皆さんご存知、伊藤光大さんです。どうもこんばんはよそよそしい。 いや緊張するだろそりゃ。いや、まあ、確かにしますね。そうよ。あ、前はありがとうね。どうも。いやいや、こちらこそありがとうございました。いや、なんか俺は途中で帰ったけどやばい、だいあの乗りダメだって。だいぶ長い時間いましたね。多分2時ぐらいまでいましたね、光大さん。いや俺、あとね、サスケに聞いたら3時って言ってたから。3時。うん。いや、そう、3時だけどさ、そこからが長いのはやばいって。僕、あの後サスケさんとは聞いたかもしれないですけど、サスケさんと京奈緒さんと朝8時まで飲んでました。でしょ、だから。そうそうそう。激ヤバだって。激ヤバっすね。そうだ。5時まであれでしょ、サスケが、やってるゴールデン街のとこ行ってみたいな。あ、そうそうです、そうです。で5時でみんな結構ヘロヘロで、特にもうおじさんだから、はい、奈々ちゃん、ね、飲んでる相手が、そうですよね、そうヘロヘロだったら、そうですよねとか言って、俺行けますよって言ってきたんでいやでも言ったんですけど、うん、あの京奈緒さんとサスケさんも、うん、もうまあ俺も行けるけどみたいないや張り合うなあそこは張り合ってきてくれて、張り合っちゃうから。いや、それぐらい楽しかったんですね。8時ぐらいまで行ったと。でサスケに大丈夫だったみたいな、あの後普通に LINE したら、あ、はい大丈夫です、あの奈々ちゃんとかなり仲良くなったと俺は思ってますって。いや、かなり仲良くなりましたねすごい楽しかったです。よかった。でも多分3回ぐらい寝ました3回ぐらい寝たあ、寝たってこと。はい、寝ました。眠すぎて。でも楽しいから行きたいんですよ、次も。あ、そう。そう。あ、それはよかった。楽しいって言ってもらえるやよ。一番最高よ。短い、クソおもろかったんですけどね。マジでやばかったっす、あれ。いや、だから、サスケのリライトでしょリライト、リライト。マジで3、4回やるから、あれ。3、4回連続入れするから、やっぱ。あと個人的には光大さんのあの、うん、酔っ払ってる感じがすごい楽しかったですね。あ、そう、はい、ただの酔っ払ったおじさんだからねあれはやっぱ違うね、やっぱ京奈緒さんとサスケってやっぱツッコミだから。あ、そうですね。そう、あの二人がいるからさ、もう好き勝手やってんのよ、うん、好き勝手やってりゃもう、うんうんうん、勝手にツッコんでくるな。光大さんもツッコミでは、一応コンビでは側ツッコミ側をやってます終始ボケてましたね、でもあの時で楽しいからね。うん、あの光大さんが酔っ払って、うん、でちょっとなんか軽くね、あの横になったんですよ。横になった時に、うんうん、あの京奈緒さんの膝の上で寝てたんですよね、うん、幸せそうな顔してるそれあ、仲いいんだなって思いましたね、それ見てすごい幸せそう、まるで彼女に膝枕されてるかのような顔して。あれ女の子いなかった。いや、あれ京奈緒さんす。あ、ほんとか、女の子いなかったか、あの店あれ京奈緒さんす。あ、京奈緒さんかい。何してんねん俺は。ひげのおじさんじゃねえかよ。すごい幸せそうな顔してましたそう見えた。やめてあんまり言わないでそういうの商売の俺のキャラクター注文があるからやっぱそうかそうか、商売上がったりよそんなこと言われちゃったら俺がヒゲのおじさんの膝枕で寝てるなんて言われたらもう今後笑ってもらえんよこれ。そうか、本当にそうかそうかねえ、奈々さん、光大さんの第一印象聞きたいです。第一印象ですか。うん。うーん、第一印象。すごいこう周りが見える人だなって思いました。こう話、みんなで話してる時もこうみんなの顔を見ながら喋るし、なんかこう空気感というかこうなんか。
やっぱすごい空気を読んでる感がすごい伝わってきました。はい、なるちゃんよくもめちゃくちゃ今いい言い方してくれてるけど、はい、あの様子を伺っただけなんよ顔色を受けてるかなこの話今これ受けてるかないやでもすごい伝わってきました、その丁寧な人柄が。本当？はい、それありがたいわ。俺はもう奈々ちゃんはもうまんまやったな、イメージ通りやったな。あ、イメージ通りでした。うん、いや俺が思ってるよりちょっと背高かったぐらい。ああ、なるほど。うん、背は高かったけどもうそれ以外はもう、はい、もうまんまやったな。イメージ通り。どんなイメージだったんですか？いや、やっぱさ、じゃその靴あべこべなんてやついないからさ。ああ、なるほど。はい、そうで、やっぱ寝てました、え、この時間までとか、はい、もうめちゃくちゃまんまやったな。でもう、はい、そしたらさ、ザワシさんから連絡来てさ、なんか奈々ちゃん拾っていきますみたいな、はい、あの携帯の充電がないみたいな、えっつって寝てたんでしょえ、寝てたんでしょ絶対充電しながら寝るだろ普通と思ったら、はい、あ、この人は普通ではないんだなって。いや、すいません本当に。もうでも、いや、もう奈々ちゃんっぽいなと思って。高い不適合者はね、本当にもう自分でも分かってる。本当すいません。いや、でも本当に大遅刻しなくてよかったです。本当にちょうどぐらいですよね。全然、うん、ちょうどだ、全然よ。さすがにやばいなと思って。全然遅刻な、全然何とも思っちゃいないから。だって俺だってその前さ、スロット打ってたってたじゃん。はい、ずっとサスケにさ、データ送りながらさ、これ6だろう、これ6だろうごめんいけねえわとか言ったら、いや2ですってっつって2で来ないやついないよっつってやめろよすぐって言われて。あ、そんな話してましたね。そう、あ、6つもっといかないからさあ、そう、あんたノーパンだったんでしょ。そう、ノーパンだったいや、急ぎすぎて、本当に。じゃいないって。違うんですよ、あのちょうどパンツ洗ってて、うん、で、まあその履いてたやつもあったんですけど、うん、いつもだったら乾かしていくんですよ、ドライヤーで。あー、そ、あー、はいはい、はい、うん、パンツをね、はい、だけど時間なさすぎて、うん、びしょ濡れのパンツ履いていくのか、まあ嫌だね、嫌だなと思って、うん、じゃあ履かなくていいやと思って。違うんよ、袖履いてくればいいのよ、昨日履いてたやつの方がまだいい。いや、確かに。いや、もう入れちゃったんですよね、それは。そっちの方は、あの洗濯の方に。なんでさ、そんなさ、ギリギリの洗濯機回すの。いや、もう本当に、本当にちょい余裕あればいいじゃん。はい、ああ、靴もやらかしたしね。全てが奈々ちゃんやったな。だって靴もさ、ちゃんと見たら全然違う靴だ。うん、パンツもっと買ってって。俺はもう、はい、星リス入れとけ、星リスにパンツを。それが全てが、あ、奈々ちゃんやなって思ったな。面白かったね、前ね。いや、すっげえ楽しかったです。すげえ楽しかったです。めちゃくちゃ面白かったわ。え、でも僕面白い要素なかったっすよね、多分。でも、え、そう、あ、本当ですか。面白かったですか。うん、楽しかった、めちゃくちゃ。なんかもう広大さんと京南さんとサスケさんで整図して、僕がそれ見て笑ってるみたいな感じ。だからそれがいいんや、やっぱその、なるほど、受けてるってなったらやっぱこう死ぬほど笑った気がしますもん。なんかさ、あのなんだっけ、もっとやっぱみんなさ、デッドバイデイライトやってる人たちだから、もっとデッドバイデイライトの話ばっかりなんのかなと思ったら、意外となんかそんな全然しなかったです ね。最初の1時間ちょろっとして。そうだね、うん、あとは全然関係ない話ずっとしてましたね。そうよ、やべ、俺じゃない。広大さんともね、あの、うん、DVD、 あ、すごいやりたいなってずっと思ってて、うん、思ってたんですよ、うん、
思ってて、で今日ちょっと声かけたじゃないですか。うん。で東南さんとかサスケさんともやりたいなと思ってるんですけど。おうおうおうおお。あの二人あんまやってないですかね、 DVD サスケさんとかは。やってるよ。サスケは、はい、まあたまに配信もやってんだけど、俺普通にさ夜中配信しててね。これはちょっとまあサスケの名誉もあるからあんまり言いたくないんだけど。はい、伝説をね、はい、伝説の俺が夜中配信して朝4時ぐらいかな、もうそろそろ終わるか、誰もやってないしなって言ったら、サスケが普通にプライベートでロビーにいたから、あ、サスケ誘ってやるかっつって、そのままね、配信、俺の方の配信切らずに、はいはいはい、そのままサスケのあのロビーに入ってったんよ。あ、なるほど。そうそう、そしたら鍵持ってたわ。皆さん配信向いてる人に、ちょっと待ってください、この人配信外では鍵持ってく人ですよね。怖い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 、やめやめよとか言ってたらボイちゃん入ってきて、違うんすよ違うんすよって言って、向こうも分かってる、アーカイブなんすよ、違うんすよ違うんすよって一番見られたくないところ多分。DVD やって、そう DVD やってて配信外で鍵持ってくのちょっともう見られたくないよな。めちゃくちゃ面白かった。似たようなことありました、あのちょうどあの初めてゲロカップでね、高台さんと共演させていただいたじゃない、うん、まあ、共演というか対戦させていただいたじゃないですか、うん、そのゲロさんとね、うん、あのチームフレンドなんですけど、 で、うん、で僕キラーやってたら、うん、ゲロさんが入ってきて、うんうん、おーゲロさんだと思って、うん、まあ、もう向こうも僕のこと多分リザルト見たら分かるんですよ。はいはいはい、はい、でおゲロさんだと思って、で楽しみだなと思って、うん、準備完了したら、うん、右下の秒数15秒14秒って減ってくじゃないですか、うんうん、6秒ぐらいでボンってキャラ変わって、うん、鍵持ちになった。それは怖い、直前替えは怖いって。それ問い詰めたら、あれもアーカイブで誰もやってくんなくてっつって言ってました。いや、あ、なるほどね、鍵持ってくと切られちゃうからってことか。そう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 、そっかそっか、直前やめてよ、この話こすりすぎだって言われて、こするよこれ、これ面白いんだもんだって、朝4時半だもん、やっぱ笑っちゃうよ。ちなみにあの僕と飲んだ時もその話聞きましたし。これはこするよねやっぱ。あと1年はいけるっすね、そのネタ。あと1年はしがめる。、うん、逆に寝かせた方が面白くなって1年後にもね、サスケが相当なんかこうデッドをやり込んで、うんうん、ね、だいぶ上手くなったぐらいの時にもう一回。絶対おもろいっすね。お前さあん時さっつって、そういえばお前もう持たなくなったのとか言って、もう鍵は大丈夫とか言って、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは、よろしくお願いします、京奈央です。はじめまして、よろしくお願いします。はーん。はじめまして、よろしくお願いします。ねえ、朝8時まで行っとんのよ2人は。ほんまやで。頼むで。覚えてない、あれ、あ、覚えてます覚えてます覚えてます。あ、うんうん、覚えてます。いや絶対覚えてるだろう。絶対覚えてるよ。なぜなら、うん、その8時までいた中で 3,4、うん、回寝てるから、ね。そんなやつは覚えてるよ。あ、すいません。席で寝るってこと？違うのよ、これがね、トイレで寝るんや。え、やり口はトイレじゃ。やり口って言い方やめてくださいよ。やり口、席で寝ちゃったみたいな感じだったよさっきの。なっ、ね、いや、な、席でも実は寝ちゃったんすよ。いや、席でも打とうとしましたよ。一回で、で、あ、行きますみたいな感じでスッと立ってこうトイレ行ったら、もう30分は帰ってこないね。その間サスケとサシよ。いや、会えるよもう。サスケとサシなんかいつでも飲めるだろう。いや、そうなんよ。別にいいんだけどっていう。目の前で寝たらやっぱり失礼じゃないですか。ごめん。あ、ごめんごめん。一回。いえ。失礼なんで。目の前。そうなんだけどさ、帰れよ。
だってあれじゃん、電車がないからでしょ、そもそも。いや違うんですよ、違うんです、電車があるとか関係なくて、そ僕の中であの楽しいと眠いが並行してたんです。だから帰れよっていうのはやっぱ違いますよ。それは楽しい気持ちもあって眠い気持ちもあって、それがバトルしてて眠さが勝っちゃう時もあるし、楽しいが勝つ時もあるみたいな。ありました。なんてなんか喋ったんですけど、なんか喋ったぞ今。なぜかシリが反応したよ。何に反応したのか。いや本当に楽しかったから眠かったけど、いやまあね、寝不足で来てるとか言ってたからね、はい、元はそうです。寝不足で来てるだと、うん、夕方5時半まで寝てたやつが、いや3時間ぐらいしか寝てないんですよね。でも言って昼まで起きたってこと、じゃあずっと、はいはい、頼むぜっていうか高台が頼むぜ。え俺はもう3時に寝、俺はだからちゃんと眠くなったら帰るっていう迷惑かけないように。違うのよ、はい、違うのよ、はい、一人その誘ったわけだからあなたが。チャンネルをカラオケ付き合わせますわみたいな感じで言って、はい、うん、でこっからカラオケ行って、うん、帰るわ、いや帰るわじゃねえの。いつもの帰るはやめてよ。だから言ったじゃん、奈々ちゃんうちと止めようかと言ったじゃん。いや言ったけど止める気なかったやん。犬いるけどいいとか言って。いやでもさ、京奈さん、俺ささっきさ奈々ちゃんに聞いてさ、うん、気づかなかったけど、俺京奈の膝枕で寝てたん。いやそれ知らん。寝てました、京奈さんの膝の上で横になって仰向けで目つぶってました、うん、いつ？いやだから後半、いつっていうか俺がいた時から後半戦二次会の、あーでもお茶漬けよ、お茶漬けよのとこよ。はいはいはい、そんな長くはないでしょ。あんま長くはないけど、膝枕してすごい幸せそうな顔で目つぶってました。いやそれ幸せそうなやつはただ眠かったから眠れたっていう幸せよ。俺の膝枕は関係ないのよ。彼女と膝の上で寝てるからような幸せな顔してます。ヒゲじじいなんよ。ヒゲじじいよ。ヒゲじいよ。あとはもうお茶漬けがうまかったなって曲しかないわ。めっちゃうまかったっす。めっちゃうまかったっす、お茶漬け。なんかね、あの時間に来るお茶漬けが、うん、うん、でももう閉めてんのよ、そこから8時じゃねえのよ。そこから5時間いるやつはいねえのよ。たださ、京奈さん、あれ、うん、サムギョプサル食って、うん、でお茶漬けも食ったじゃん、うん、朝起きたらめっちゃ腹減ってたわ。やかましいよ。知らねえよ。全部何にもなくなってた、すっからかんだったか、胃の中。消化早え。あ、皆さん違います、全リバースです。いやリバーの方。プレイグやってたのね、外で。一人プレイグしてた、もったいねえって言いながら食べてよ。え、便所でさ、なあちゃん寝てたって、それは何、寝てて起きて一人でに来たのか、今日のたちが救いに行ったのか、どっちなの。一人でに帰ってきます。いや、これらはもう、うん、あ、寝に行ったなって分かんないんだ。 また寝てるなっていう、一発目分かんないじゃん。うんうん、でも長かったから、あ、寝てるなと思って、まあ別に、あ、寝てただろうっていうのもまあ疲れてるだろうし、うん、野暮だろうなと思ったけど、大人やな、3回寝るかねっていう。さすがに、さすがに、あ、めっちゃ眠いやん、なんか疲れてるんだったら帰ったらいいのにって、5時ぐらいにね、うん、まあ始発出たからっつって、うん、助けとこう出ようかって、あ、出ましょうみたいな、で出て、うん、駅向かって行こうとしたら、うん、帰るんすかって煽ってきてって。めっちゃ屈伸してた。いや屈伸してたよ、このドワイト。手招きしてさ、え、あんたらって指さして、うん、帰るんすかって、こっち来いよみたいな感じで。いや寝てるやつが言うみたいな。え、でも京南さんも、いや全然いけるけどねみたいな感じで煽り返して出すよね。いや煽られたからね。それはお付き合いするよ。ケバブした？ケバブしといた？キョナさんも。ちゃんと4逃げ。どういうこと？どういうこと？チェイスに付き合ったら4逃げよ。4逃げされた？ダメよ。ナナちゃんに付き合ったら4逃げよ。いやそうなのよ。挑発に乗っちゃったから。ああ通電するから。うん。オッケー。お二人はどうやってディスコをやってるんですか？PC から。ああなるほど。
あ、バカにした？いや違う。おじさんが PC なわけないじゃんっていう今。ごめん。この感じの。ちょっと、あの、言い方変えるわ。あの、マイコン。マイコン。マイコンで、マイコンでやってる。あの、石原良純さんの相性だったのよ。太陽に吠えろの時のね。マイコンって初めて聞いた。ジェネレーションギャップ。いや違う。マイコンピューターね。いや持ってきてよ鍵、ね、僕も今思いましたわそれあれ鍵持ってこないんだと思って、鍵持ってきてよ登場はさすがに、それ僕も今思いましたあ鍵じゃないのかって思いました、ね、あと多分ボイちゃん無理そうですえ何なんだよ、携帯で今さら買いました、携帯でさできんのに、あ鍵今さら鍵に買いました違うよ、登場から鍵ないのよ本当は、ちょっと遅いです、うん、配信聞いてからの鍵は違うのよラグインよこれあれですか、朝8時までやる感じの、違うわ、やかましいよ違うわ、やかましいね、あ、これだ、ほう、さつ聞こえる、喋れてます、うん、喋れてる、聞こえてる、あ、すいません、ちょっと今どうに携帯？今携帯です。うん。オッケー。よかった。うん。あ、ありがとうございます。なんかやっぱ最初に鍵持って入ってきてほしかったんよ。うん。いやちょっとあの流れが分かってなくてすいません。しょうがない。次取り返そう。取り返そう。鍵をってことですか今最後ゲート前で奈々、うん、さんが救急箱置いてったから、うん、なんか拾わなきゃと思って鍵と交換して救急箱持って帰ってきてるんですよ、うん、取り返そう、取り返そう、取り返しかないですね、いやもうあの鍵出てこないでしょだってアドオンバチバチについてるやつな、何色、はい、紫です、紫ね、オッケー、拾ったら言うわ、うん、もう査定つけてって出ないんですよ、あんまり鍵持ち込むタイプなの人、いや違います、やめてください、さすが奈々ちゃんと1000人見てるからなちょっとこの会話も気をつけないと危ないですねボケじゃないって思われる可能性大だぞ、違いますよ、鍵持ってないです僕え、なんか聞きましたよ広大さんから、うん、え、なんてですか、なん、いやだから、うん、サスケが配信外では常に鍵を持ってプレイしてるっていやダメなんですよそんなこと言ったら、いやそうだったもん、俺は見たんだもん、じゃあそれ1回だけじゃないですか、だから、置き去りにされたもののアーカイブをやってたんです、ハッチから脱出するみたいなやつ、いやいやそのアーカイブ夜中にやらんやろ、いや関係ないし時間アーカイブに時間ないな、嘘、ちょっと明るい、夜中にやってるっていうのがちょっと夜中に、そうそうそう、ね、夜中にそのアーカイブやってるのが怪しいのよ、いや関係ないでしょ時間は、人あんまいないだろうから鍵を持っていく、バレないよねっていう、悪い人の考え方ですね、いや違う違う、もう夜中しかやってないんですよあんまり、そもそもね、いやいやいや、なんかあのあるじゃん、視聴者さんと、あマッチしましたありがとうございましたとかさ、ツイッターでさ、スナイプとかさ、今日誰々さんとマッチしたとか強かったとかいろいろある中で、やっぱそこでバレたらね困るから、うん、商売上がったりだからお前も、全然商売できてないしそもそもね、ゴールデンタイムは避けて、違うんすよ、たまたまなんすよ本当に、ずっと言われちゃいましたけど僕これで、でもなんかゴキブリとかもさ1匹いたら30匹いると思えみたいな言ったりするから、うん、そうそうそう、1回やってるのを見たら30回はやってるのを 見たと一緒ですね、ゴキブリと俺の鍵同列ですかゴキブリのはちょっと上、なんでだよ、ちょいだよちょい、なんで鍵夜中持ち込んでちょっと下なんだよゴキブリより、競ってるよ競ってるよ、言い過ぎだろ、競ってるよじゃないんだよ、日によってあの株価と一緒で変動あり上の日もあるんかい、今日はちょっとだけたまたま下だったっていうね、なんでだよ現状ね、いや多分みんなさんの多分、うん、
ああ、サスケさん、あの鍵の人ですね、多分なってると思います。違うんすよ。いや、僕、この間、マジ渋谷で、渋谷あの、声かけられた時あって、はい、で、あの、なんか、あ、サスケさんですよねってなって、うん、あ、そうですって言って、あの、京ナオカップに参加させてもらいましたとか、いつもなんか、放題さんのとか見てます。って言われて、あ、なるほど、ありがとうございますっつって、サスケさんも鍵使ってるって本当ですかって俺本当に言われましたから。街中で、はい、街中で鍵の話されたから。その時は持ってなかったんですか。いや、それは普通に本物の家の鍵とか持ってるんですか。あ、持ってた、持ってたんですね、持ってたんですね。いや、それはみんな持ってるじゃん、鍵は持っちゃう。サスケ、こんなこと言いたくないけど、お前渋谷に鍵持ち込んでんの、はい、いや持ち込んでるっぽいっすね、これは。渋谷に鍵なしで出かけるやついないよ。落としちゃってるから、そいつは。フランクリンで渋谷に鍵なしで行くやついないって。嘘。いやー、鍵普段から持っちゃう。いいね、鍵持たないで出かけるやつの方がやばいんですよ、渋谷は。渋谷に限らずだろ。怖いなぁ。鍵基本持ち込みね、じゃあ。なるほど。いや、現実世界はみんな持ってるかな。持ってないやつのがやばいから、どっちかって言ったら。え、だって今持ってないでしょ今っすか。うん。いや、その家の中では持ってないですよ。手には。お前らに、家の外の儀式参加するとき絶対持ち込んでるってことじゃ、鍵。いや、儀式って言わないで。家の外の儀式って何なんで。じゃディスコード切るね。はい、いや、急に冷めないで。はい、急に冷めないでよ、絶対。お願いします。お願いします。あ、で、声入ってました。サスケさん、ミートにしてないから。ね、そう。ミートにしてないから。あ、そう。サスケの、ミュートになってないサスケのあだけ聞こえたんだよな。あ、ね、何、ガリ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 。あ、すいません、僕かもしれないです。いや、お前だよ。僕なんですよ。お前だよ。僕かもしれないですね。お前なのよ。何パー？小さい声で。確率何パーですか？96です。4パー誰なんやそれ。4パー何の？4パーは多分ナナさんがなんか爪をいじってる感じ。爪をいじる。可能性としてね。はい。え、じゃあそのさ、手前のさ、あのドクターがさ、こう切断した瞬間のさ、あっっていうのは、あ、俺かもしれないです。いや、お前なんだよ。え、お前、俺の声なんか入ってました。お前なの。やっぱ出てたよ。あ、うん、あ、マジっすか。うん、いや、みんなミュートにしてるからさ、うん、あ、俺だけ入ってたんですね。うん、はず。よかったよ、試合中暴言入ってなくて。本当に本当にね、ヒヤヒヤしてたよ、こっちは。本当にマジで笑ってなかった。チッとか言って聞こえてきて、そう、なんかなんだーとか言ってたら嫌だったから。あぶね、マジで分かってなかったです。本当、あ、普段暴言もされるんですか。違う、暴言もやめて。暴言持ってんの、おかしいから。鍵は別に悪いことじゃないし。鍵持ってきたかったよとかって言わなくてな、うん、今回は本当に言わなくてよかったです。いや、今回はじゃないのよ。今回もう言ってないのよ。一回もう言ってないのよ。たま出なくてよかった。よかった。うん、言ったことないですよ。やばいよ、本当に。気をつけてね。いや、あの、本当にそういうやつだと思われちゃうからダメなんですよ。持ってるやん。え、だって持ってるやん。でも鍵持ってるじゃないですか。いや、これはあのパーティーだから一応持ってるだけで。え、そうね。え、基本的には持っていかないですよ。パーティーだと持っていく、どういうこと。パーティー、あい、あー、そういう、そういう方、フルパでそういうことやってる方。なるほど。いや、フルパなのはみんなフルパだから。はい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 。まず一回あれね、小屋の真ん中に鍵を置くタイプね。はい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 。共有されちまうか。オファリングたくんでしょ。オファリング違うんすよ。え、小屋に光の柱とかもな、立てないですよ別に。小屋にハッチが枠立てるんでしょ、そのたくんでしょ、それやめてよ。やってない、そんなコンボ技やってないですから。さあ、え、さっさ配信してんの今お前。今してないです。ああ、
配信会だからか。違う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 のよ。俺よりめちゃくちゃ多い人たち3人やってる中でやんないんですよ、うん、俺配信外って呼ばないんですよそれは。あ、そう。はい。いやだから逆に言ったらさ、今ね京南さんもやってて俺もやっててなあちゃんももちろんやってんだけどさ、3人やってるとこ堂々と どういう気持ちでその鍵持っとんのそれ。堂々すぎないその悪びれなことなんか。いや、じゃあすごいんだけど、それはなんかもうその、うん、やってよっていう感じだからやってるだけで、うん、その下りじゃないですか、ミニコントとしてやってるだけで。あ、そういうことね。ごめんごめんごめん。はい、リアルなやつかと思って怖かったから、ね、うん、いやそのリアルではないですよ本当に。そっかそっか。はい、あ、ボケでやってくれてるってことですか。いや、そう、あんまりそうやって言われちゃうとちょっとそれはそれでそのね、面白いと思ってやってるってことじゃん。いや、言い方悪いな。言い方も悪いし。そう、あんま粒立てないでください、そんなに。あ、そう、そこは面白いと思ってもらえると思ってやってるってこと。うん、だからその分かんないけど、思われたくてやってる。あんまりその芸人ってあんまりそこまで言っちゃダメなんですよ。大体みんなそうなんだから。ネタとかもそう思ってやってるんだから。そんな言わないですよ。そういうことは。すみません、すみませんでした。はい、すみませんでした。そう言っちゃうとね。そっか。そっかそっか。センスがあるやつを今やってるからあんま言わない方がいい、ね。違う。それもダメだな。その別にセンスがあるとかじゃないし。斜めからの角度でお送りしてるからっていうことで、ね、違うんですよ。だからそういう言い方しちゃうのもちょっとダメなんだよな。そのセンスとか、すげえ、ごめんごめん、センスなんてないんですから。センス系だね。センス系じゃないんですよ。まだ尖ってるね。さすがに。で、センス系じゃないことは二人は分かってるはずだし、その僕がセンス系じゃないっていうのは、いやでもメガネかけてるから。うん。いや、そのイメージはもう中学生ぐらいまででしょ、メガネで頭いいみたいな。あれだね、極楽の加藤さんにメガネかけた方がいいって言われたんだっけ。いや、それ矢作さんね。大木矢作の矢作さんね、それ。俺じゃないんですよ。え、お前言われてないの。はい、え、サスケがあれじゃなかったっけ、あの、絶対金髪にした方がいいよって言われてやったタイプの。それは論文の量産かな。俺じゃないのよ。え、違うの。俺じゃないですよ。あ、そう、論文の量産なんですよそれ。そう、はい、ミッドウィッチじゃん。なんでよ、ホーキンス行きたいのに。サスケ、鍵は、鍵はちょっと一旦置いてきます。しっかりやられたかな、鍵だ。はい、鍵がどんどん数が少なくなってってるんで今。使ってるやん。ちょっとストックがなくなっちゃうんで。え、それもう使いまくってると。常習。常習ですね、常習。うん、これは完全常習だね、今のは。もう。ちょっと鍵のストック少なくなっちゃうんで。もう、あの、認めたいよね。一回事務所で話聞こうかな。いや、使わないですけどね。使わないけど、なんかなくなると不安じゃないですか、やっぱり。いや、なくなってるっていうことは使ってんのよ。待って、小田さん、対戦ありがとうございました。鍵がいたので殺意マシマシでいきました。え、いや僕うずうず思ってましたけどね、あのサスケさんの鍵のせいだろうなと思って。気まずいですって、アップして。ありがとう、アルファさん、ありがとうございます。いや本当にやっぱ鍵がね、いや僕らも気づかなかったんですよ、持ってくるなんて。うん、違う、煽られて持ってってんですよ。あの途中で変えて、煽ってるんですか。あーんってね、マッチ行くと思ったら、うん、まあ、ではね、最後変えていくのかなと思ったら、もうそのまま持ち込んでたんで、よかったです、鍵のやつ仕留めれて。うん、うん、よかった。うん、一応あの緑炊きましたんで、手を。ありがとうございます。ちょっともうすいません、そこはフラットに貸してください。しょうがねえな。やっぱホーキンスはね、見たいじゃない。馬ナース怖かったな。うん、あ、すいません、緑重ねときましたんで。いや、重ねないでいいのよこれ。これ1枚でね、効果あんのよ。あ、そう。うん、ワンペアじゃないとダメとかないのよこれ。いや怖かったから聞かなかったし、湿気てたら、湿気たら怖かった。確かに使ってないからな。そう、うん、俺の買ったばっかのやつなんだけど。そう腐ってる可能性あるから。じゃあ行こう。
じゃあね。はい、じゃあ、はい。ちょっと、サスケごめんな。コソドロで、なかなか鍵出ないわ。いや、探してたんかい。いや、いいっすよ、鍵は、そんなに。チェストがシゲがいたから。そのためにコソドロつけてたんすか。そう。いやいや、いいんすよ。申し訳ない、ほんと。そんなに俺、人からも鍵持って帰りたいタイプじゃないですよ、別に。でも出ないって言ったから。いや、言ってましたけど、うん、そんなに別に、あの、本当に使ってないんで、鍵は。あんまり何その、持って帰らないの、鍵。やってません。え、そう、現実世界の話してます？え、渋谷に持ち込んで、置いてくるってこと？渋谷に。うん。いや、あと、渋谷に持ち込むっていう言い方しないで。渋谷のどこに、あの、その刃物みたいに言わないでよ。ちょっと刃物みたいに言わないで。別に持ち込むって言わないですよ、鍵は。持ち歩くとかいう話なんで、それ。あれ、分かりやすいとこだから、あの、スクランブル交差点の真ん中に置いてくれてるの？誰でも使えるように。いや、違いますよ。もうそれ、車に踏まれまくってなんか変形しますって。うわ、早っ。あ、違った。変形するんですか？え？変形すんの？変形するんですか？トランスフォーマーみたいな感じ。トランスフォーマーみたいなこと？違う違う。自発的には変形しないですよ。ん？か、車、ま、え、だから、ね、交差点置いといたら車になんかこう踏まれたりして、だんだんぐにゃぐにゃになっちゃうんじゃないっていう話だな。話だな。わかるよな。絶対。怖え、怖い？怖いやめて。怖いな。怖くないのよ。いつも配信外ではこんな感じですか？うん。違います。暴言吐くのか。暴言って言っちゃうんすか今の。暴言な、何言ってんの？暴言配信者。暴言配信者。やめてください。あの、やめてね。関わりたくないから俺、そういうの。うん。いや、暴言吐いてないですよ。俺のさっきの。キスフルだから。いや、マイクね、ミュートにし忘れてたのに、あっしか言わなかった男っすよ。え？確かにおとなしかったな。うん。暴言吐くやったら言ってますから、もっと。いや、それは僕たちが配信したから気を使ってくれたって話じゃないですか？そうね。うん。まあ、そうかな。まあって言ってるわ。まあ、まあ、まあって言ってるわ。え、違う違う違う。出ちゃってるわ。違う違う。うん、じゃあ今のはそう言われたらそう言うしかなかっただけです。誘導尋問に近かったんで。マーサスね、マーサス。いや、バーサスみたいに言わないで。パチスロの。パチスロかどうかわからんだろ。パチスロかどうかは俺は。VS の可能性もあるじゃん。そう。いやいや、今の流れでバーサスはパチスロです。このメンツでそんなこと言うのは。いやいや、全然パチスロの流れなかったから。いや、そうですけど、VS もおかしいでしょ。だとしたら。戦いが始まったのかっていうね。だし、俺そもそもマーサスってたし。いや、だからバーサスみたいに言ったんでしょ？言ってないよ。まあっていうサスケでマーサスって言っただけ。そう、聞いたことないし、マーサスって俺言われたこともないですし。ガーサスだな。ガーサスは分かりますよ。さすがね。さすがでが。え？マーサスは？マーサスはバーサスみたいに言わないでっていうことです。言ってないのよ。パチスロの。パチスロなんだよ、絶対。パチスロです。バーサスはパチスロです。VS ではない。VS じゃないです。今度6号機も新しいの出ます。面白いな。信頼の情報まで。うん、鍵持ち込みゲーやめてほしいな。持ち込み、いや、ゲーじゃないですからね。鍵持ち込みゲーでしょ。持ち込みゲーじゃないんですよ。確立してるな。あれ、鍵ゲーさんでしたっけ？違う、顔ゲーさんみたいに言わないで。顔芸さんみたいに言わないでください、マイケルで鍵持ちを全滅させる鍵芸さんでしょ。世界ランクの違うのよ。そんなうまくないのよ。そんなすごい人じゃないんですよ。鍵使わせたら右に出るものに鍵世界ランクでしょ。違う、ないのよ鍵の世界ランクとか。いや、鍵芸さんだったのか誰かと思ったら違いますよ。まあまあ、楽しいコラボでしたね今日は。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さんね、全員、あのね、なんか、YouTube とかもやってるんで、よかったら。よかったら。はい。はい。
よろしくお願いします。お願いします。サスケ、サスケと申します。今更ですいません。サスケです。サスケです。はい、サスケです。お願いします。鍵のさんですよね。違います。鍵のサスケさん。鍵のサスケ。鍵のさん。鍵のサスケさん。違います。鍵のなんて名字聞いたことないんですよ。月のうさぎみたいなことですよね。いや、ないのよ。セーラームーンじゃないのよ。鍵の するわ。鍵の興奮さんでしたっけ。鍵の興奮さんでしたっけ。興奮しないのよ、別に。鍵の興奮。興奮はしてないから、俺別に。鍵開けるの、鍵開けるのむっちゃ遅いんでしょ。鍵子さん、鍵子さんでしょ。鍵子は、鍵子ね、それ。鍵の興奮じゃないのよ。鍵の興奮ね、それ。あ、鍵で興奮か。鍵で興奮はもう変なのよ。ド変態だから。鍵の形で興奮しちゃうは 変だから。鍵 DE 興奮ってこと？鍵 DE 鍵でね。鍵でじゃないのよ。フォークダンスで鳴子坂みたいなないんですよ。古いのよ。ないのよ。古いのよ。あ、そう。今さっきね、奈々ちゃんをトイレに行かそうとしたら、うん、はい、行かせなくて束縛してたっつって、ずっとこっちで束縛、うん、束縛キーって言って、キーは鍵の方のやかましいわうまいな束縛キーってもっぱら噂です。やかましいわあー、面白かった。面白いな。最後のゲート前の餅つき、なんですかあれ。え、餅つき。京奈さんはちょっといなかったんですけど、餅つきというか。え、何？え、俺マジでいなかった。いや、いたのよ。え、いないのよ。あ、高台さんがいないのか。うん。京奈さんいたのか。え？はい。最後あれ何だったんですか。あれは餅つきですね。いい、やかましいな。鍵入れちゃダメだよ、餅の中に。餅つきね。急に金属音しちゃうから。それこそ変形しちゃうから、餅の中入れてたら餅の中で変形しちゃう。餅の中で変形しちゃうってどういうこと。いや、そのなんか新しい型取ってると思われちゃうから、なんかその型番みたいに餅で。あ、え、サスケの本業の時に使うのがそれってこと。他人の鍵を餅で型取って、そっから人ん家に入るってことでしょ。いや、違うんですよ。そんなマジの空き巣みたいなことしないんですよ。粘土とか使いますよ。空き巣。いや、確か見た目空き巣みたいだけど、プライベートの時。サキスだっけ。サキスって何。そのなんかサスキ、サスキだっけ。ええー、マツキみたいに言わないで。いや、マツキって何。いや、分かんないけど。サスキーね、サスキー。サスキーじゃない、マイキーみたいに言わないで。言ってないのよ、そんないいもんじゃないのよ。ひよってないから別に。そんないいもんじゃないから。やめて。やめてもらっていい。あ、すいません。侵入者っていうパーク持ってんの。持ってないって。どんな効果あんだよそれ。侵入者と監禁者と監禁者ないって。あと ドブヒゲだっけ、なんて。悪口。ただの悪口それ。それはアドオンです。アドオンだから、うん、とかあれか、5枚刃神それだっけ、6枚刃っけ。それもアドオンです。あ、アドオンか。6枚刃電気シェーバーね、うん、そうそうそう。いいのよそんな話は。ちょっともう終わるよ。終わりましょう。そうだね、終わりましょう。ということで、みんなありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、奈々ちゃん、奈々ちゃんの方を見てる方もすいません、本当。すいません。ちゃん、すごい楽しかったです。はい、ね。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。またやりましょう。またぜひ。またぜひぜひ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあね、さよなら。さよなら。